聞いてくれ。G9 グアマガラを、ワンパンしたい。で、そこで私はビシッと言ってやったのよ。これは薬草じゃなくて苦虫だって。話聞いてる？聞いてたよ。コントンゴアをワンパンするんでしょ。さりげなくハードル上げないでもらえます？いやーもう無視して説明するんですが、ゴアマガラをワンパンできるかも、というコメントを、かなり前からいただいていたんですよね。そんな面白そうな検証、自分も早くやってみたい、と、投稿の合間に幾度と挑んでいたんです。だが、できなかった？うん、それで思ったんだ。これには何か倒せない原因があって、今は諦めるしかないと、そう判断したのよ。一体何が壁となっていて、自分が何を悩んでいたのかは、過去の VTR がありますので、こちらを見ていただけたらわかりやすいかなと思います。そんじゃ、VTR スタート。おい聞いたかマリサ、ゴアマガラがソロでワンパンできるかもしんないぞ。嘘だろ、それはやるしかないでしょ、役目じゃん。断じて役目ではないけど、挑戦してみなきゃいけねえな。ソロで挑むということは、投げナイフの調達は欠かせない。何コンで眠るかわからないから、とりあえず3コンを目標に粘ってみようぜ。待って待って、なんかヤバい香りがする。4回採取して投げナイフ1個もないなんてことあるか？まあ雪山じゃ日常茶飯事でしたから、こういう時もありますよ。それによく考えてみなさいよ。道端にホイホイ投げナイフ落ちてたら、治安悪い街だって苦情来るよ。モンスター出てるのに治安もクソもあるのかな。ハンターも今更そんなドスでビビったりできないでしょ。まあでもそうか、そういう配慮もあるのかもしれないよな。ちょっと何言ってるかわかんない。裏切られたんですけど。それよりさ、マリサ氏、投げナイフでないんだけど。今更？いや、やってて思ったんだけど、マジで無理なやっこだよこれ。出る確率調べてみたら 20%。雪山の3分の1しかなくて、おまけに最高4回しか探れない。20% 4回引くとか正気の沙汰とは思えないので、さすがにソロは断念しよっか。今までの根性でなんとかなりそうだけどな、見てる限りは。バカタレが、100回ぐらいやっても投げナイフ3個すら取れないんだよ。こんなの集める前にナイフで自害しちゃうからさ、今回はソロは諦めましょ。待てよ、諦めるなんてらしくないな、諦めたら何も残らないぞ。え、マリサが励ましてくれるなんて珍しい。後回しに自害しろって言われてんのかこれ。正解、よーし表出ろ貴様。というわけで、だ、マリサ参謀。なんだね、昨夜加藤兵。あ、私が下なんだ。コアマガラのワンパンには、やはり人手が必要との結論に至ったので、お手伝いをお願いしたい。頼めないか？報酬は弾むんだろうな。ああ、その点は任せてくれ。苦労に見合うものを用意してある。ならオケだ。だが奴は G 級の星3クエスト。そんなに簡単に行くとは思えない。気を引き締めてかかるぞ。ああ、それでは初陣に。参りましょう。コアをワンパンするにあたって、気をつけるべきことは2つ。一つは覚醒した状態じゃないとワンパンできないこと。もう一つは中腹ヒットを狙わなきゃいけないことだよ。でも今まで中腹ヒットなんて狙ってなかったよな。一応聞くんだけど、中腹ヒット以外じゃ倒せないのか？倒せないみたいだよ。でも安心してくれ。今までの経験から、震度が中腹で当たる位置はわかってる。あとは痛恨回心を引き当てるだけ。ってことさ。オッケー、ゴアさん覚醒したよ。了解、すぐに向かうぜ。あ、危険だし先に獣宿使っておこうかな。よし、やっと1回目の挑戦だ。ただ1回程度じゃ、出るわけないか、やっぱり。いや今回本当にきついな。ゴアの覚醒まで待たなきゃいけないのか。え、待てお前こっちまで来れるのかい？先般かな？ま、待ってもうあんなミスはしな。獣宿氏がエリチェンで無効になった。あのさ、昨夜氏、よく切れるナイフって持ってる。待てなんでそれ今聞いたんだ。まあ冗談は置いといて、一つ気づいたことがあってさ、コアの覚醒って、時間経過だけじゃなくて、どうやら恐竜症を発症してるかどうかも関係してるみたいだよ。発症時に渦の中にいるとさらに加速するっぽい。つまりどういうことなの？つまりは、恐竜やられになってグレス後の渦の中にいるようにすれば、最速で覚醒させられる、ってことかな。放置と比べたら段違いに早いし、ここからは待ち時間もなくせるかも。そっか、効率のいい方法がないか模索してくれてたんだ。ありがとね、マリサ氏。今度からワンパンするときは毎回呼ぶからね。え、シンプルにいや。とか言って、本当はやりたいんでしょ？このおまけさんね、喧嘩売ってる？まあいいさ、お礼にサンズの皮を HD 画質で見せてやるよ。え、皮？どうせなら 4K で見たいんだけど。いやもう何回挑んだんだろ。そろそろ出てもいいじゃんね。おいそろそろ睡眠狙えるんだけど、早く来なさい。愚痴吐いてて起きちゃいましたなんてことが起きてみろ。間違って防弾の弾がお前の弾を貫くかもしれん。落とし方が人間とは思えない。てめえの俺を寝凍らせた。嘘だろ。倒せない。なんでだ、中腹ヒットもしてるはずなのに。どうする、もう一回やるのか。いや、倒せない原因がわからない以上、もう一度やっても無理だと思う。それよりも、確実にワンパンできる方法でいこう。なるほど、それで私を呼んだわけか。うん、笛の旋律をお願いしたいんだ。あの後弱っていたし、あと一押しでワンパンできるのは間違いないよ。ほうほう、持ち手伝うよ。聞くところによれば報酬がもらえるらしいじゃん。それに、コアのワンパンは実際に拝んでおきたいし。みんな、ありがとう。正直いつもぶっ飛ばしてくるから、調子こいてっといてマウドコの雨が、とか思ってたけど、間違ってたよ。二人とも、かけがえのな、嘘嘘冗談だから帰らんといて。
でもおかしいな、なぜ倒せなかったんだろ。もしかして、何か重大な過ちを犯しているんじゃないのか。マリサは何か知らない？自分の何が過ちなのか。言ってることじゃない。はっ倒すぞ。もういいよ、霊夢ニックは、そんなん言うんだったら、霊夢は間違いとか何か気づくことない？そうだな、強いて言うなら、言ってることじゃない？人の命を何だと思ってんだ。でも嫌な予感がするんだよね。これが何なのかわからなきゃダメな感じが。実際笛なしでも倒せるはずだもんな。確かに何か見落としてるかもしれない。でも今はわからないんだし、笛使って倒せればよしでいいんじゃない？そうだね、後で考えるとしますか。もし笛箱にでも倒せなかったらどうする？いやいや、1.2 倍だぞ。倒せないわけはないけど、もし倒せなかったら、震度に深い怒りを感じちゃうかも。これこそ震度に演算、ってね。深い怒りを感じたわ、お前に。やっぱ間違いだよ。生きてることか？細胞でできてることか？うん、言い過ぎだね。え、嘘だろ。なんで倒せないんだ。笛のバフもしっかりかかってるのに、誰か教えて。もうどうしたらいいかわからないよ。甘かったな。爆弾で調整するってなると、どうしてもミスが増えるんですよね。例えば、今みたいにちょうどよく体力調整できても、次も同じようにやればいいかって言われたら、そうではないみたいなんです。同じ数の爆弾を置いても、明らかにダメージに差があるんですよね。位置もそうですし、爆弾が重なっちゃうと判定がなくなったりして、本当に安定しないんです。なので、コアでの爆弾の使用は諦めることにしました。コアの場合誰かが覚醒までずっと見張っていなきゃいけませんし、二人への負担がとても大きいんです。何よりもっと確実な方法を考えてからやるべきことだな、と思いまして。でも、爆弾使わなきゃ倒せないかもしれないもんね。重複ヒットでも倒せない、笛使っても倒せないとなると、やっぱりマルチは体力が増えてるんだ、としか考えられないよね。サイトを見る限り増えてないとは思うんだけど、先に検証しておく必要があるね。これは、上位から少しずつワンパンしていけば、増えているならどこかで倒せなくなるはず。なるほど、もし増えていないならゴアまではワンパンできるし。逆にゴア以下の体力のモンスターを倒せなかったら増えている、ってことか。おうよ、これで増えてるならどのくらい増えるかもわかるし、その結果を見てからもう一度挑もうぜ。それまではしばし休憩を送れ。と、ここまでが失敗の VTR ですよ。自分はこの失敗で先に検証しておくべきことがいくつかあることに気づいたんです。まず、マルチで体力が増えているかどうか。次に、自分が見落としている仕様がないか。最後に、それらを踏まえてゴアを爆弾なしで倒せるかどうか。今まで少しずつモンスターを強くしながらワンパンしてきたけど、リオフ祭までワンパンできたってことは、やっぱり体力増加はないみたいだね。見落としていたのは2つあるよな。鬼人弾の切れ味補正と、チャンス発動後じゃないと獣宿しの倍率が上がらないこと。つまり、倒せなかったのは7割お前のせいってことだ。このごくつぶしが、言い過ぎでしょ。残りの3割は？お前のせい？悪意あるでしょこの分け方。だがこれで情報は揃った。今こそゴアを畑のメス時だ。覚悟しとけよあの筋肉番付め。行くぞ、おのおの役割は伝えた通りだよ。私が睡眠弾、鬼人弾で。私が笛とアイテムを渡すんだよね。うん、これが完璧にできて、かつ痛恨会心が引ければ、ゴアなんぞ一撃で東京湾に沈められるはず。体力調整の方は滞りないな。ああ、もう完了間際だぜ。なら眠らせてくるわ。その間に霊夢、戦慄の準備を任せたぞ。はい、もういつでも可能です、長官。オッケー、ならば戦闘開始。罠にかかるぞ、その後に昨夜は獣宿しだ、ミスるなよ。よし、獣宿し、完了したぞ。オッケー、こっちも眠った。戦慄も完璧だよ、2回復からその間に。マリサ、鬼人弾お願い。コアに当たらない位置で。ここだ、よしかませ昨夜。ああ、今まで散々酒場まで帰らせてくれたんだ。たっぷりお礼をしてあげなきゃな。今までの分、最高に怒りが込み上げてる震度で、二度とウイルスがばらまけない体にしてやるよ。覚悟しろやー。おいしょー、わややついに震度がゴアをワンパンしやがった。長い戦いだったな。でもわからないな。なんで前は倒せなかったんだろ。笛が 1.2 倍、切り札獣宿しが 1.15 倍なら、校舎がなくても倒せたはずじゃんね。まあダメージが足りなかったのかも。修復ヒットも毎回できてるわけじゃないみたいだし、今回もできてないしな。やめて言わないで。というわけで今回はゴアマガラの検証編でした。次回は地象山火錬金の動画を撮ろうかなと考えております。お暇があったら見ていただけたら嬉しいです。ではでは。